これは、なんというエーテル密度。使えそうか。ええ、この草微子は人工的に作り出されたものよ。おそらく地脈の流れを制御するための調整弁、アラグ帝国の産物とみて間違いないわ。これを使ってアジムステップからザバーンへ流れる地脈を絞り込めば、それこそ土地を分断して浮上させることも可能でしょうね。逆にうまく制御してザバーンに地脈を流せば、防御フィールドを展開することはもちろん、焦土の自然を回復させることだって可能になるでしょう。でも、ヤシトラ？草微子自体のエーテル密度は申し分ないわ。でも、この周囲だけ大気中のエーテルが妙に弱々しい。これも、地脈を制御している影響かしら。同じような現象をドマでも感じたのだけど。今考えても答えは出なさそうね。いずれにせよ、目的のものは確認できたわけだし、モルイローへ戻りましょう。Thank you.
よし来た。ここなら十二分に暴れられそうだ。合戦の時の決着、改めてつけさせてもらうぜ。本気で戦いで全てを決めようというの？あいにく、お前の目の前にいるのはドタール族だ。俺たちの魂は戦いの中でこそ燃え盛り、そして輝きを増す。この命をより高みへ登らせるため、強者を求め、勝利をつかむ。それが俺たち、ドタール族の生き方。他の手段なんぞ知るが、示すべきは力のみだ。呆れるほど強い信念ね。ゆえに、味方にすれば頼もしい奴らよ。しらけるおしゃべりはそろそろしまいだ。さあ、追っ始めるぞ。戦はこうでなくちゃな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 。
いいね。これぞ戦いだ。合戦からこっち、これほど魂が盛ることはなかった。さあ、もっと、もっとやり合おうぜ。そこまでだ。ヨハイらの許しもなく草原を焼くな。おお、これはまた大物が来たものだ。こっちはいいとこなんだよ。引かねな。愛も変わらず愚かな。ヨハイの立つ場所こそが万事の表、引っ込むなど不可能だ。ましてやこの草原の行く末を決める戦いが神の子たるヨハイを差し置いて行われているなど言語道断。聞けばお前たちは草原の民の力を求めてやってきたそうだな。ナーマ神に連なるアウラ族は皆オロニル族が庇護すべきもの。ならばお前たちの要求を反ずるべきはその長兄たるヨハイであろう。じゃあどうするってんだ、クソ野郎。今一度この草原の長兄が誰かということを教えてやる。マグナイよ、そなたが介入するというのならわしらも黙ってはおれんな。ならばまとめて判事でやろう。ダイデクル、お前も出ろ。任せときゃいいみたいだな。少し場所を移すぞ。ついてきな。降参は許さない。ヨハイらの意向と猛威に震えながら全力を見せてみろ。これだけ話が噛み合わないのも久しぶりね。どこか懐かしく思えるわ。面倒だけど邪魔立てしようというのなら打ち倒すのみ。さあやってやりましょう。神戸を垂れよ。
頭を垂れよ。また負けちまったか。熱く魂が肉体まで燃やし尽くすようないい戦いだった。約束通りドタール族はお前たちの戦に加わろう。ナーマの力も好きに使え。
てめえも異論はないよな。ふん、お前のように短絡的な理由ではないが、よかろう、認めよう。勇と力により序列を定めるはオロニル族の伝統でもある。十分な結果が出たならば認めよう。ヨハイラの力、今ひとたび先人に加えるがよい。感謝する。そなたらが味方となれば百人力だ。ところで、お前、名は何という？ヤシトラルル。お前は、ヨハイのナーマか？何ですって？お前が戦う様は月光のごとく美麗だった。そしてその癒しの術は慈愛の心を秘めたる証。ヨハイのナーマが草原の民でない可能性は常々考えてきたが、昨今の実情を見るにやはりありえない話ではないと思っている。さあ問いに答えよ。お前はヨハイの。悪いわね、坊やに興味はないの。男を磨いて出直してらっしゃい。坊や。残念だったな、坊や。おんや、昇進の坊やには慰めが必要か？なら俺がその傷を焼いて塞いでやってもいいぞ。さあ、これ以上無駄な時間をかける必要はないわ。彼らの許可が取れたことをシリナに報告しましょう。